皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠さでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、ま今ですねあのウクライナ情勢でま非常にですね毎日テレビやまたは新聞などを通じましてですね皆さんもいろいろと考えることあるかと思います。あのこのウクライナ情勢についてはまあ、先週も私お話しいたしましたけども。 まずロシアについて言えばですね、こう日本に対しては、えー、とてもじゃないですけども、あの私たちは味方とは言えないさまざまな行動があるあ、そういう意味においてですね、要注意で警戒をしていかなければならない国であるということは述べているわけでございます。ただですね、えー この情勢については冷静に見てですねそして私たち日本にとってどういった形でですね、えー、考えてですね行動するのが一番良いのかということをですね、えーまあ、あのチャンネル桜本体の方もご覧になりながらですね皆さんと一緒に考えてまいりたいと思いますしまたいろいろと この石油の高騰などによってですね私たちの生活においてもですね身近な問題となっておりますんで、まあ、こういった指点も踏まえながらですね、まあ、これからの北海道また日本をです、ね、皆さんと一緒に考える番組にしてまいりたいと思います。 チャンさくら北海道は同盟による同盟のためのインターネット放送でございますすでに皆様方と共に歩んでまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げますまた具体的なご支援方法につきましては、えー、番組最後にですね、えー、表示いたしますのでどうかそちらの方をご覧になっていただきたいと思いますけれども あの皆様方のお力添えてで,ですねなんとかこのチャンネル桜北海道も今までやってくることができた次第でございます本当に心から感謝申し上げますただ何分ですね、えー、我々はボランティアでやってるわけでございますけども、えー、いろいろとこの放送を流すにあたってもですね経費がかかるところでもございます、まあ、非常に厳しい状況であることは重々承知しているところでございますがどうかですねもし何かしか余裕があった場合にはご支援いただいてですね そしてこの番組を続けながら本当の意味でのですね、これからの北海道日本を考えるものにしていき絶対既存のマスコミでは報道されないまた絶対報道しないですね、視点からですね、真実を皆様方に語ってまいりたいと思いますのでどうぞよろししくお願い申し上げます。それではですね、ニュースピックアップと方式でですね、皆様方と一緒に考える番組にしてまいりたいと思います。 ままずニュースピッックアップその1でございます、まあ、これあの札幌市内、まあ、北海道内の報道でですね、まあ、テレビとか、まあ、北海道新聞をはじめとした新聞でも取り上げられましたけれども今のウクライナ情勢に対しまして私たち札幌市議会においてもですね、えー、強く批判をすると強くですね平和的解決を求めるということで決議文を 出してそしててそ前回でで可決されたところでございますまあ、あのご覧の通りロシア連邦によるウクライナ侵略を厳しく非難し平和的解決を強く求める決議まあこれ「案」というのになっておりますけども実際決議されたところでございます。で まああのこれですね、他の同議会または他の市町村でもどんどん出されておりまして、まあ、全国においてですねこういった決議文が出ているところでありましてやはり、ですね、えー、前田にも述べましたが当然、我々日本としてはロシアに対して千島4島、 そ樺太、ね、日立島までいろいろとですね私たちの固有の領土が奪われまたは、ですね多くの我が同胞がですねシベリアに抑留されて多くの方々が亡くなっているこういった現状を考えたときに決してですねこのロシアという国が果たして味方であるかといった味方ではなくてですね今現在も、 我が国の領土を不法占拠しているという意味においては、まあ、韓国の竹島も含めた形で考えますと韓国同様敵国であるということは言わざるを得ないわけでございます。 まああのそういう意味においてこのウクライナに今、攻めいてですね、えー、多くの方々が亡くなっているという視点から言ったらですねやはりこう非難されてまあ当たり前であるということそして当然、平和的な解決を望むとただもう平和的解決っていってもですねこのロシア自身が平和的な解決を求めていないわけでありましてで当然、やはりか やはりですね核も持っているという意味においてはやはりもうなかなかウクライナ自身だけでですね防御することができるかといったらですね難しい情勢ではございます、まあ、一生懸命今ウクライナの方々が一致団結してですね抵抗してですい、ね、まだ、あ、キエフをはじめとして首都も陥落していないわけでございますからそういう意味においては現時点においてはですねウクライナ自身の 抵抗力というものをです、ね、ロシアに示していいいるというとうころでございます果たしてです、ね、日本が同じことができるのかこのことはです、ね、本当に我々日本人一人一人にこのウクライナの情勢を通じて考えさせられるところでもございます。まやはりですねいざそしたら今ウクライナに攻め入っているロシア。 まあこれね、日本にも刃を向けてくるかもしれないという時にしたロシアってどんな国なのかっていうのをですねそれでですね、えーまあ、これはジェトロの数字なんですけども、まあ、2018年19年20年ってありますけど、まあ、あの実質ですね GDP の成長率はマイナス2.7%ですよ。 えー、2020年ですねこれやっぱりいいですね、えーえーえー、このいろんな、まあ、原料とかそういった部分のですね、えー、価格のその当時は安くなってる部分はあったかと思いますしまあ2020年ですから当然、えー、コロナとかそういったのもあったと思いますで、えー、特にですね私があ注目するのはこの失業率5.8%ですよ5.8%。 まあ日本の場合はですね失業率ですね、まあ、今非常にこう景気が悪いと当然ねあの武漢肺炎の関係もあって言われてる中においても2.8%まあ,あの先ほど2020年でしたからロシアの数字が。ですからそれと と比較してもということですんです、まあ、そういうい意味においてはですね、まあ、これは統計上ですから、まあ、当然実質的にはもっと失業されている方いらっしゃるかもしれませんけどたださっきの5.8%っていうのも統計上ですからもっと両者の場合高いかもしれないという意味においては、まあ、非常に失業率も高いと言われているところでございます。今ののスイフト国際銀行間通信協会のですね要は えールーブルドルこれをですねえ返還できるですねこの銀行間のですねやり取りこれが話題になってますけどもその視点で考えると外貨で言うと。 まあ約73兆円と日本円で換算すればですね、まあ、そういった形でございますでもこれですね、まあ、金もあせるともうちょっと違ってくるんですけども、まあ、世界では5番目くらいということで、まあ、それなりにですね外貨準備は持っているわけでございますがただどうしても海外にありますよね。 海外で預けてるからだからそれぞれの国で制裁で責められてしまうと、まあ、非常に厳しくはなるとただそれも結局ですね原油であるとかそういうエネルギー部門こういったことについてはですね、えー、一部こう除外をされているという意味においては、まあ、どこまでこれが通じてくるか圧力として通じてくるかっていうのはこれからということになるかと思います。でですので まあこれ結果的に痛みを伴うっていうふうにですねニュースでは言われてますけど日本自身もガソリン価格がどどんどん高騰してきてきますよねですからまあそういう意味においてはこれからその経済において本当に大変なことになってしまう日本自身も大変になってしまうのは間違いないことでございます。 またいろんな原料をですね、えー、このロシアでは輸出をしているということで考えますとこれはもう世界的にも非常にですね厳しい状態になることは間違いのないことであってでもしかするとロシアもかなりの痛みは伴うかもしれませんがこれがですね結果的に世界経済にも大きな影響を与えて場合によってはやはり 物自体原料であるとかまたは穀物とか食料を含めて持っている国が強くなるという意味においてはですねえ果たしてえ今後ロシアに制裁としてえある意味ではしたことがどういった結果を招くかっていうのはこれ未知数でございます。まあ、私としててはでですねえ今後この姿勢を預かる中においい皆ささん除雪で大変な思いされて わけですよね今年また雪週末に降るかもしれないと言われている中において結局この除雪をするにしてもこのガソリンっていうのが当然軽油、えーまあ、でありますとか当然使うということになればですね、まあ、こういった単価が一つ一つ上がることによって予算額も上がっていく。すなわち今 来年度予算先日ですね札幌市の予算を皆さん紹介したかと思いますけれどもこの1兆円を超えている予算そのものがこれで足りるかどうかって話にもなってくるわけであります。そうなると公共事業そのものもですね今の単価でやれるかどうかっていうのも考えていかなければならない私もですね今政調会長自民党の政調会長をして使っている中においてこの除雪のですね今後ですね 堆、まあ、積場とかのですねあの部分とか今河川敷で豊平川の河川敷でももうちょっと増やしてもらえるとか要望するんですがもう一つやはりこの公共事業をやる中においてこのガソリン価格が、えー、変わってくるということになればですね今の単価で公共事業がなされるかどうか。 ただ単に業者が泣いてしまうだけになってしまいかねないということこれもですね水位を守りながらですね国に要望していかなきゃいけないというふうに思っているところでもございますまそういった意味でおいて考えればですね今後この経済という側面で考えればこのウクライナ情勢はま我々にとって密接不可分な関係であると同時に同じことが この北海道においても起きてしまう危険性もあるんだという視点からですねもう少しやはりリアルにですね私たちのこの危機というものを感じながらどのように対処していくかということは、まあ、考えていきたいと思っているところでございます。 え次は年まあの非常にですね厳しい状態ではあるんですけども同議会でですね、まあ、道議会の中でもこ100年記念党を残すべきだということで活動されている方もいらっしゃいますし、まあ、以前もですねあの自民党の 議員でまあ、北区選出の東見康則議員がですねえこの件に関しては一生懸命え頑張られているということでほ、まあ、他にもですねあの星議員でありますとかいらっしゃるんですけどもこの東見さんが 2月の24日ですね環境生活委員会で、えー、質疑を行ったということでですねまあ、非常にいい質問だったものですからま東宮康則さんのですねホームページを元にしてですね、えー、皆さんにですね改めてお伝えしたいと思っているところでございますでまあこの説明会ですね皆さんもウェブで、えー ご覧になった方もいらっしゃると思いますしこの番組でもその状態についてですね若干ですがお知らせしたところでございますそれでえー、まあ道さんはですねどのようにして質問したかというとこのまあ説明会について、えー、いろいろとお聞きしたところなわけでございますがこのお寄せいただいた意見等の傾向について教えてください。要するにい この「百年記念塔の説明会を行った時どういった意見が多かったかということでお知らせくださいということで質問しているところでございます。それに対してですね、まあ、文化振興課長担当の課長がですねこのまあ解体の判断に至った考え方解体の跡地を含みます今後の広場整備の方向性を示した交流空間構想について さまざまな機会を通じて説明を行い広く意見を伺ってきたところでございますが改めて党の考え方を説明する場として2月9日から3回わたって、まあ、説明会を行いましたと。で参加人数は、まあ、定員100名に対して1回目が32名2回目が26名でやはり3回目が多かったんですね51名ということで、まあ、合計して109名の方が 方から意見をいたただきましたとで参加した方については、まあ、島民の皆さんなどへの周知のあり方またはモニュメントにかかる費用や今後の進め方などについての質問または党の存続を求める意見などをいただいたところでございますという回答だったわけでございます。でまあ、次にこの開催方法ですね、まあ 前この番組でもご覧になったと思いますが、まあ、非常に声が小さかったりしてですね聞きづらかったですよね。 まあそういった面であるとか、ま、たはですね、えー、ただこちらの質問に対してですね、えー、自分たちの意見を言うだけで、まあ、全くそれ本当の意味で回答してるかっていったら、まあ、到底ですね、まあ、ご覧になった方は分かるかと思いますけども回答にはなっていなかったんじゃないかということでその点についてはどうなんだということで聞いているところでございます。でまあ、回答としてはもうひたすすらですね まあ、丁寧に説明をしご理解いただけるよう努めてまいりたいと考えておりますと、まあ、ホームページにですね一応回答しきれなかった部分についてはその時回答しきれなかった部分については、えー、公開いたしますということでですね、えー、お話ししてたかと思いますけど、まあ、そういった説明だけでございますでこので部分については本当にですね皆さんもご覧になって思うと思いますが要はもう 意見をを聞いいいててそそしし解、えー、解体体すすすするるるかしないかかななれを答えんんじゃないですよ解体するんでよらとだから私たちの意見を聞いてくださいと、えー、でもどうして解体するのって言ったら老朽化してるし危ないからなんですとでもそういう話じゃないでしょとこれちゃんと島民に寄付なんだからメンテナンスしましょうよということこういったことについては一切、えー、回答しないもう要は答える気もないもうこれはですね明らかだ たんですよね。ただその点についてま質問しているわけであります。で、この部分でいろいろとこう質問されているところでありますが、ただもう遠見議員のですね質問についてはもうあの本当にですね、えー、ま何、あ、て言うんですかもうお決まりの回答しているだけでございます。 ドミ、まあ、さん自身はですね、えー、最後この点についての指摘について言いますと、まあ、必要に応じて検討ということが何にあたるのかこれリアル開催も行うべきではないかということで。 言ってたわけでございますがまあ、結果的にこの新型コロナウイルス感染症状況を踏まえてまあ、これがもう言い訳に使われるんですけどもねですからまあ、必要に応じて検討はしますと言ってますけども確約ではないんではないかということで指摘をしているわけでございますままああの、まあ、開催を調整し実行していただきたいと要請しておきますということでドーミーさん自身はまずは この説明会については質問を終えたところでございますで、この会議録の公表についても再度また東美さんは質問しているところでございますまあ、あのウェブ上でですねいろいろと、まあ、質問なども受けたわけでありますけれどもこの議事録ですね議事録をまあ公開いたしますよということで、えー、お話 ががあったわけでございますがでその中でですね、えー、この「銅」の考え方について、えー、ただ説明してるだけで要はガス抜きじゃないのかというふうにですね聞いてるわけでございます。でこの質問に対してですね「銅、えー」道はどのように対応していくつもりなのか遅れてる議事録の公開について期限や公開場所を明示していただきたいと思います。 見解を伺いいいますという,ふうに聞いているところでございます、まあ、この動画を約束した議事録ですけども3回の説明会で数多く寄せられた質問に対して時間制限によって回答できなかった分も含めて1週間程度後に議事録を公開するとなっておりましたが、まあ、ウェブ上で公開しているわけでありますけども。 まだ半分は出てなかったんですね半分以上の質問は回答できない状況だということいつなんだということで聞いているわけでございますが、まあ、これについてもあの、まあ、党の存続を願う方々の思いや主張に対しましては真摯に受け止めながら今後も党の考え方についてご理解いただけるよう丁寧に対応してまいりたいと思いますということで。 まあ、できる限り早く早急に回答いたします。ということだけで終わったという話でございます。で、この議事録についてですね。公開され次第、民間の手によって検証されることになると承知しております。検証された回答をもとにして、改めて整理されて意見という質問が寄せられることになるとお聞きして。 いますと今後の委員会でそれをもとにして質問させていただくので承知くださいということで、まあ、またさらにですねあのー、この議事録からですね、えー、踏まえまして、えー、いろいろと指摘をしていただくということで富見さんからですね力強いお言葉をいただいたところでもございます。で まあ質問についてはこの安全性の確保将来世帯の負担軽減これもう本当に何回も何回も繰り返していってたわけでありますけどもでもこの老朽化の原因そのものについては維持管理をしっかりとしていればですね腐食や不具合などを、ま、防げること進行を遅らすことができるものなの わけでありますから、党が提案している解体案はこの根本からずれていると断言できますということで聞いております。もう党の所有者として適切な維持管理をしていたんであれば、まあこう言ったことにはならなかったんじゃないかということなわけでありますけど、このですね、えー、ことについては、まあ完全に防止することは困難との指摘を受けており。 専門家のですね調査結果に基づいて保守管理計画を策定しサービの状況などをですね計画的な維持管理に努めてまいりましたけども老朽化の進行を完全することは難しいというふうに回答しているわけでございます、まあ、要はちゃんとやっているけど老朽化するのは本当に防げないんだというとにかくこの点ですよねでも 要求化が防げないっていうんだったら他の建物を考えればです、ね、十分です、ね、防げますし私自身も視察行ってまいりましたが基礎はしっかりしてるわけですし側もです、ね、しっかりしてるんです後付けの部分が崩れたりしてるわけであって、まあ、この点ですね私はきちんと専門家のそれこそ専門家の方からすればできると言われてるわけでありますけどできないという主張は変えないんですね。 で、この、まあ、いろいろとルールある中においてですね、えー、私がまた一つ注目したのがこの点でございます、まああの。建築家の方でも問題ないと言ってるんではないかというふうに聞いてる部分もですね、まあ、これは私たちに答えている部分と同じなんだけども、まあ、とにかくこれは問題がある 民間の業者に頼んで、いろいろと調査してもらったけども。非常に危険であるという回答に終始しているんですよね。で、地元の方々についても、もう、あの、やむを得ないというふうに説明をしてまいりましたと。すなわち、反対の意見があってもですよ。そういったことを言ってきたと。まあ、私が、この場で述べたことを。 も含めてですね回答はとにかくもうここは危険だからとにかく壊しますというですねいろんな質問に関してもですねまああの透明さん自身の質問は非常に鋭かったんですけどもこの点については一切真摯に答える気がないっていう感じの、まあ、この質疑というところでございます。 非常にこうひどい話だと思いますよね。でまああのこれ井口さんについてもこの設計者であった100年記念との設計者であった井口健さんについてもちゃんと丁寧に説明してまいりましたよということこういったことをただ繰り返すだけということでございます。まあ、これはあのです、ね、リンクを貼っておりますのでぜひとも ご覧になっていいいたただきたいと思いますあの東明さん自身もですね最後の指摘としてですね「この北海道百年記念塔が持つ開拓精神あふれる先人への感謝と未来に向けた私たちの決意は解体という一択の方針で邁進する党に対して厳しい態度で向き合うだけのエネルギーをもたらしていますと」ともう本当にそうですよね。 もう解体するというもう一択しかないんですよ。まああの本当に私もこれですね道のこの態度そのものがですね非常に私としては解せないところがあるわけでございます。まあ、すななわちもう思想的なものですよねで、えーまあ、最後ですね述べてるわけですが本件が法廷の場に持ち込まれたり不幸な 住民運動に発展することを望んではいませんとくれぐれもよろしくお願いいたしますということで、まあ、締めているわけでございます。これ是非とも、まあ、質疑自身ですねあの非常に素晴らしい形で質疑しております。ただ回答そのもののももはですねもうあの 説明会での回答と変わらないような回答をとにかく繰り返しているだけということですが、まあ、こういった形でですね、まあ、もっと早くですね、あのこういう質疑ができればよかったわけでございますがあとにかく党のこのですね、考え方そのものを回答するだけということであります。 まあ、このようにしてですね。まあ、時期は失してますけども、あの質疑が行われたということについては、私は歓迎しているところでございます。これですね。あの決してですね、えー、確かにこの100年記念塔については、もうどうなるかわからない厳しい状態です。だけど、最後の最後まで我々が諦めずにですね、えー、この戦いを続けることによって、えー、我々の。 祖先が先人が築き上げたものをですね単純にですね開拓の歴史を消し去ろうというような歪んだ意図の下でですね道が一方的に消し去ろうとするときにはこういった形で反対運動が起きるんだということを思い知らせるということが大事なんだというふうに考えているところでございます。 以上、全て終了いたしました。ししま今ですねお知らせするものがないわけでございますけれどもまたあのまん延防止法がですねちょっと延期となってしまいましてですねまたもう派生型ですかミクロン株のなんかもう次から次とですねもう順番が決まっているように出てくるわけでございますが、まあ、あのもし3月21日ですかね、えー このまん延防止法が解除されたらまたあのいろいろとです、ね、イベントをやっていきたいと思います特にあのキャスターと語る会でありますとか、まあ、そういったのもです、ね、やりながら特にこういうウクライナ情勢も含めてこれからの北海道日本をです、ね、皆さんと一緒にです、ねえー、一つの,です、ね、あの場所で,です、ね、考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。 まあ来週もですね元気に各キャスター日本の独立と尊厳を踏まえた形でさまざまなことをお伝えするかと思いますんでどうかよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。